あなたはプレジデント G と一緒にいた。ミスター I と呼び止まれ、米国歌劇団花組隊長神山清十郎。はあ、そのミスター I さんが何の用ですか？プレジデント G の使いで来たのだよ。ある人物の身柄を拘束する任務を受けたね。身柄を拘束って一体誰を？望月あざみだ。あざみを？なぜ？どうしてなんですか？これを見ろ。これはあざみ？この仮面の男は誰だ？わからないのか？いや、分かっていてとぼけているのか？どういうことですか？歌劇団大戦の開幕式を襲った甲賀、夜叉は特徴的な仮面を身につけていた。時を同じくして発見されたこの奇妙な仮面の男、無関係だと思うか？それはつまり甲賀のスパイと考えられるのだよ。そんなことは絶対にありません。アザミは俺たちの仲間です。すぐにでも拘束したいところだが、まあいい、まだ調査の途中だ。それでは私はミズ S のところへ行くよ。また会おう。